神奈川県根深川分質原木果実と果実を使ったビール湘南ゴールドは神奈川県が開発した柑橘類の品種今村運州と神奈川県西部で採れるゴールデンオレンジの交配により作られた交配後その未生の中から選抜・増殖を行いながら特性の調査を継続し1999年にその特性が安定していることを確認して 育成を完了した。後輩も12年かけて品種登録を行い2006年から出荷を開始している。神奈川県の県内農林水産物の選定制度である神奈川ブランドに選ばれている。消費低迷による生産者の経営破綻の懸念を解消するために 神奈川県農業技術センターが開発した柑橘類であり、華やかな香りと最高12度の糖度を特徴とする。ゴールデンオレンジの懸念事項であった果実の小ささを、運州みかんと交配することで解消しており、運州みかんが市場から姿を消す4月から5月にかけて出荷することができる品種である。4月に成熟するが、仮貯蔵してから食べると成熟時にやや強めであった。 酸味が弱くなり、風味が向上する。2010年、松沢知事は、湘南ゴールドの生産量拡大に力を入れ、横浜駅西口の百貨店、横浜高島屋で、自ら店頭に立ち湘南ゴールドの実を握って、必ず、神奈川のブランドになる。東国原知事のマンゴーに負けられないと力説した。また、2012年、黒岩知事は、神奈川職の大使で、 パティシエの柿沢安マリアと横浜高島屋で湘南ゴールドを使った野菜スイーツ作りを実演し湘南ゴールドを宣伝した2014年には栽培園を訪れ本格的な出荷に向けた初も議を行った生産者と関係機関によるシンニング方法の検討会を開催し試験時を設置栽培技術と品質の向上を行っている 湘南ゴールドピューレを使用した夕飯ミ格闘によるブッチョ幻のオレンジやランチパックが販売された。また2012年6月には湘南ゴールドを使用した湘南ゴールドワインが発売された。湘南ゴールド果汁を用いたのど飴もライオン菓子から発売されている。初出荷年の2006年には4 5 0ラムほどであったが、 2010年には約41.6トンとなっており、そのすべてが神奈川県において生産されている。ありがとうございます。